18時過ぎ頃にダウンロードされてたんだ、姉さんのサイフォンに。神様の言う通りが。巻き込まれたって。説明してくれよ、一体何が起きてんのさ。やっぱり全然繋がらない。いつもはこっちからかけたら絶対3コール以内に出るくせに。篠宮くん、状況は大体分かったわ。どうやら伊吹くんの時と同じ、神様アプリに予言があった可能性は高そうね。それによって彼女の身に何かが起きた。その可能性を考えるべきでしょう。 ありえないってそんなの。とにかく葵さんを探し出すのが先決でしょう。ああ、にしても手がかりが欲しいところだ。お前、姉貴が勤めている美術館には連絡したんだよな。そんなの当然でしょ。そしたら無断欠勤とかで、姉さんすごく真面目だからどうしたのかって心配されて、一応体調不良ってことでごまかしては多いだけど。そうか。昨日別れ際に葵さんは市内で美術館の仕事が残っていると言っていたけど、篠宮くん、何か心当たりはない？そうだ、最近仕事について何か話してたような気が。確か市内のどこかでイベントをやってて、そっちの準備があるとかなんとか。ああ、でも場所はどこだっけ。なんで聞いてないんだよ僕。落ち着いて。思い当たる場所はないか。そういうのが催されそうな場所。いや、あそこにそんな場所はなかったか。煉瓦小道、あ
の通りにある貸しスペースで準備がされていたはずよ。あ、そうだ、確か姉さんもそんなこと言ってたような。よし、そうと分かりゃとっとと行ってみるか。ええ、何かが起きている可能性は高いかもしれない。じゃあ篠宮君はマンションで待ってて。冗談でしょ、僕も行くに決まってるじゃん。はっきり言ってまだ事態は全然飲み込めてないけど、このままあんたらだけに任せておけるわけないだろ。だろうな、構わねえか柊。いいわ、いざの時は下がっていてもらうけれど、とにかく準備を整えつつ煉瓦小道に向かいましょう。仕事先、覚めない眠りに